3、はい、北大からお届け札幌ジーンズ館。いつもより拍手が多いですね。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは科学コミュニケーターの難波美穂さんです。難波美穂です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、北大のこのビル、なんていうんですかね、この建物すごい立派な、創生研究機構という組織が入っています。はい、すごい立派な建物なんです、はい、それで、私の本当は横にあの牧草ロールを今えっちらおっちら作ってまして、はい、本当はこの牧草ロールを背景に撮ろうと思ってね、ここに来たんです。ちょっと逆光だったので一応変えました、すぐそばに北大の牛もいるし、横で牧草ロールも作ってるし、そんなような場所でいつも研究されている難波さんはどんなお仕事をされているのか、そのライフストーリーと合わせていろいろ伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。難波さんにご用意いたしました3つのキーワードはこちらになります。じゃん、 URA ステーション、男と女とお母さんがいる社会、出戻り札幌人として。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、 URA ステーションということでご紹介いたしましたが、難波さんの名刺を紹介しますと、ちょっと話したりして創生研究機構 URA ステーション特任准教授の難波美穂さん。私難波さんって言ったらもうあの科学コミュニケーターっていう印象なんですけど、今こちらのね、はい、立派な場所で仕事をされていると。ただこの URA ステーションって何なのっていうところがわからないので教えていただけますか。はい、URA ステーションっていうのは裏と読む人もいるんですが、はい、ユニバーシティリサーチアドミニストレーターの略で、はい、大学の中で研究を支援する、リサーチは研究ですが、研究を支援する、そういった人たちが集っている、うん、駅みたいな場所というふうに考えてください。ですね、一昨年度からですね、全国の、現在15大学に URA っていうのを作ってくださいということで、はい、文部科学省から結構まとまったお金が出てですね、今北大をはじめとする全国の15個の大学で、はい、URA というものを、大学の中で、育てて、そういう人たちが大学で活躍できるような、仕組み作りっていうのが行われています。はい、で、どこの大学でも URA というお仕事はですね、研究を支援するそういう仕事なんですけれども、はい、具体的にどういうことをするかというと、具体的に、はい、ちょっとだいぶ前までは大学っていうのは、うん、特にまあ北大みたいな国立大学っていうのは、まあ、決まったまとまったお金が大学にボーンって降りて出てきて、はい、大学の中で研究者に配分したり、うん、まあ、振り分けしたりして、ね、うん、あとあのいろんな大学の研究を支える組織なんかもそれで整備したりっていうことをやっていました、うん、はい、ところがですね、時代は厳しくなり、あの科学に分配されるお金っていうのも、うん、だんだんその何の説明もなくボンって来たりはしなくなってですね、はい、こういう研究をしますからお金をください、うん、こういう成果を上げたのでまたお金をくださいっていうふうに競争的資金って言われるんですけれども、みんなで競い合ってですね、お金を取ってきて自分で金をもらってきて研究しなくちゃいけない、運営交付金というまとまったお金も毎年毎年ちょっとずつ減らされているような状況の中で、そういう状況になってきました。あ、なんか一昔前と全然変わっちゃったんですね。で、ですね、そのまとまったお金を取るためには、はい、うん、一生懸命自分たちはこんなことをやりたいとか、はい、こんなことをやりましたっていうことを、うん、書類にして文部科学省にアピールしなくてはいけないんですけれども、それをあの教員とかあの 今いる大学の職員の方たちでやっていくことがもうだん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 大変になってきて、うん、で、大学全体としてどんなふうな戦略を持って、はい、こう今後あの運営していって研究を進めていったらいいのかということを、うん、研究から少しこう離れたところで、うん、また今までの事務職の方ともちょっと離れたところで、はい、研究者と一緒に考えて、うん、そういったことをこう社会に対したり、またそのお金くれるところに対してアピールしていく、そういうことを、あのしていくような組織が、北海道大学の URA ステーションということで今お仕事をしています。ものすごくあれですね、あの科学の話、専門的な話でも、うん、予算をもらうということになった
らものすごくこう開いて、そうですね、その説明して、うんうん、理解してもらって、うん、必要性を一緒に共感してもらって、うん、っていうような作業になってくるんでしょうかね。そうですね。で、もっと前、昔ですね、うん、マッドサイエンティストが一人で部屋にこもってなんかブクブクってやってできたみたいな、そういう科学っていうのは、うん、今はもうだんだん少なくなってきていて、はい、全然違う分野の科学者が何十人も一緒になって大きなプロジェクトを回すようになってくると、うん、その科学者同士もコミュニケーションをして自分が何を研究してるのかっていうのを違う分野の人に説明しなくちゃいけない、うん、そういうのをつなぐようなのも、はい、リサーチアドミニストレーターのお仕事です、はい。私科学コミュニケーターとしてね、南波さんのことを最初にご紹介しましたけど、考えてみたら本当ここのところ何年かでね、科学的な内容を 人に伝えていくっていうようなことってどんどん年々大切になってきてましたね。そうですね、科学自体もどんどん細分化されて、皆さん自分のご専門については研究者もとても詳しいんですけども、はい、ちょっと自分の専門を離れると研究者同士も全く素人ちんぷんかんぷんみたいな時にも、でもそれでも一緒にこう新しい分野を生み出していかなくてはいけないので、はい、研究者にもコミュニケーションの力が求められるような、そんな時代になっていると思います、南波さんがじゃあそういう予算を引っ張ってきたりする、企画書書いたりこうそういう感じの仕事されてるんですか。そうですね、そういう、あんまりお金取るの上手じゃないですか。いやすごいですね。だってその科学的な内容も分かって、さっきの繰り返しになりますけど、内容も分かってなきゃいけないし、先方に行って説明もしなきゃいけないし、そうですね。でもやっぱり表に出て内容を説明したり、そのお金をくださいってアピールするのは科学者本人であるべきだと思うんですけれども、それをこういかにうまく人にこうコミュニケーションして分かるようにやっていくのかっていうのをお手伝いする仕事だと思っています。なるほど。今って大学のまさに裏方なんです。裏方もある意味合ってる、ね、そうなんです。裏稼業なんです。今大学もこういう風になってきてるんです ね。知らなかったなというふうに思いますが、全国で15ある中での一つが北大ということで、まさに最先端のお仕事をされてるのかなというふうに思います。そんな南波さんはですね、実は東大の農学部出身ということで、はい、こういう学生さんみたいなちっちゃい普通の女の子だと思うでしょう。バリバリの理系で東大卒でございます。そんな南波さん、どんなライフストーリーだったのか、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃん。